また鈴木市長はイギリスで開催される平和市長会議理事会に出席するため来週土曜から6日間海外に出張します平和市長会議には世界166の国と地域のおよそ8400都市が加盟しており国境を越えて連携し核兵器廃絶を目指しています次回の総会は被爆80周年年を迎えます来年 令和7年に長崎市での開催を予定しております。来年の長崎総会で策定いたします次期行動計画や運営方針等を審議する重要な会議となります。 全国の被爆者らで作る日本被弾協のノーベル平和賞決定以降市長としては今回が初の平和行政に関する外国訪問となります、えー、日本被弾協の、えー、ノーベル平和賞受賞、まあ、これをです、ねあのー、一つのです、ねえー、テコに使ってです、ね、さらに、あのー、平和市長会議においてもです、ね、強力に、えー、核兵器なき世界の実現に向けた 発信をあのやっていけるようにですねあのまたあの関係の都市とも連携を強化してまいりたいというふうに思います。鈴木市長は今回の海外出張で国際会議やクルーズ船などを誘致するトップセールスも行うとしています。